ダンスのスキルであったりとかレベルアップするのにやっぱその人の性格とかってすごいダンスに出るんですよね。それが大きく変わったきっかけになってると思いますね。京子が自分で見たその理想の女性やなって思います。踊りもヒップホップでがっつりしてるけどでもなんかそこにやっぱなんか女性らしさがあったりとかっていうのがすごいあるので。毎度活躍とか見るたびにいい意味で自分も悔しいし自分も頑張らなあかんなってこう思えるんでいい存在やなって自分の中で思ってます。今は昔よりもバトルシーンっていうのがすごい大きくなっていってるんでだからこうダンサーとしてこう残っていくためにもやっぱそこにこう名前を残しとかないとあかんなっていうのは一つあります。出るって決めて優勝を取るまでは絶対出続けるみたいな、なんか負けたままでは終われないみたいなところがあってでずっとその大会一回出るって決めた大会を優勝するまではずっとやってきましたね。今までは。じゃあもう勝たれへんかったからもう諦めようかっていうのはなかったですね。絶対に。ダンスを踊ってるそのダンスからその人間味をすごい出したい。なんかその自分のダンスでなんか人の気持ちをこうグッてつかめるようなダンサーになりたい。人生の目標は自分が死ぬまで踊ってたい。一日一日こう悔いのないように生きていきたい。ストリートダンサーやけどそういうのじゃないこともなんか表現できるっていうダンサーに進化していきたいなっていうのはすごい思いますね。